皆さん、こんにちは。システムエンジニア入門です。いつもご視聴ありがとうございます。この動画では、2020年3月上旬時点で収集できた Windows 10の春と秋の大型アップデートについての情報をお伝えします。なお、この動画では、Microsoft が発表した情報やネットニュースの記事をもとに作成していますが、リークされている情報のため、リリースされる内容が異なる場合があります。 あらかじめご了承ください。まず、大型アップデートの話をする前に、2021年2月下旬時点の Windows のバージョン別シェアをチェックします。こちらをご覧ください。昨年の秋にリリースされたバージョン2010は20%。昨年の春にリリースされたバージョン2004は41.8%。 おととしの秋にリリースされたバージョン1909は26.8%この3つで90%弱を占めていますあとはそれ以前のバージョンです次にリリースされてからシェアがどのように推移していったかを表すグラフがこちらです2018年より前にリリースされたバージョンは立ち上がりが急で短期間で多くのパソコンにインストールされたことがわかりますが2018年以降は シェアが高まるまでかなりの時間がかかっています。実際、約1年前にリリースされたバージョン2004と半年前にリリースされた2010を合わせても60%強となっており、品質や安定性に問題があり、なかなか展開が進んでいないことがわかります。次に、春の大型アップデートがいつになるのか予想してみます。 Windows 10はリリースされてから18ヶ月しかサポートされません。そのため、おととしの11月にリリースされたバージョン1909のサポート終了日は2021年5月11日です。このチャンネルでは1年前の春の大型アップデート、5月13日と予想したんですが、結局2週間遅れの日本時間の5月28日にリリースされました。今年も予想したいと思います。 日本時間で言うと5月12日は月齢のセキュリティアップデートがあるためこの日に大型アップデートを重ねることはしないと思っています安全をとって5月下旬から6月上旬のタイミング日付で言うと日本時間の5月27日から6月3日の間にリリースされるのではないかと予想しています次に春の大型アップデートのリリース内容ですが 新しい機能は非常に少なくなっています。これはマイクロソフトが春のアップデートは安定性を重視し、秋のアップデートで新機能を多く出しているためです。現在公表されているのは次の4つです。1、Windows Hello における外部ウェブカメラのデフォルト設定のサポート。Windows Hello とはパスワードを入力する代わりに顔認証や指紋認証を使う技術です。 これまで内蔵カメラが標準になっていましたが、外部カメラも標準にすることができる機能です。2、Windows Defender Application Guard におけるドキュメントを開く時間などのパフォーマンスが向上。これは Edge の仮想化で Microsoft Office の文章を開く時間が改善されるそうです。3、Windows Management Instrumentation WMI のグループポリシーサービスにおける リモートワークシナリオをサポートするためのパフォーマンスが向上。4. 基地の不具合の修正。家庭で利用する場合に限って言うと、不具合の修正の内容にもよりますが、大きな変更点はないと思われます。これらの内容から今回のアップデートは、リモートワークを意識した機能改善になっていると思われます。次に、秋のアップデートの話です。去年の秋の大型アップデートは、 日本時間の10月21日に公開されました。ちなみに、おととしの大型アップデートは日本時間11月13日に公開されました。バージョン2004もサポート期限が12月14日と長めになっています。この後お話しする開発内容が順調に進めば、10月下旬から11月中旬くらいにリリースされるのではないかと予想されます。 秋の大型アップデートですが、Microsoft では UI の大幅な変更、つまり画面の見た目を大きく変えることを考えているようです。この UI の変更、コードネームサンバレーと呼ばれており、スタートメニューの角が丸みを帯びたものになるほか、ファイルエクスプローラー、アクションセンター、タスクバー、Windows アプリが大幅に変更されると予想されています。 最後にアメリカ時間の3月3日に公開された開発バージョンの画面をご覧いただきたいと思います。タスクバーに統合されたニュース機能、ニュースと関心事項の外観がこのようになっています。開発中ということもあり、公開されている情報がまだ少ないのですが、夏以降、開発中のバージョンが公開され、テストされていくと思いますので、追加の情報が出てきましたら、またお伝えできると思います。 最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画参考になったと感じていただけましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また動画配信します。お楽しみに。